村祭りとかに見せ物小屋とかやってたような人たちがそうやって演歌歌手とかなんかをこうやってやるっていうのもあったんだけど、結果その奥さんになるあの女学生とかをこう入れて、まあ、プラスアルファを歌って踊ってそういろんなこう、こういう芸能感がある中で、すごい人なのよ、すごい人なのよ、最新版魔女宅13分頑張ったね。高橋君、今日は何の日か、今日何の日ですか？タグシの誕生日です。ああ、誕生日です。いろいろ考えたんですよ。何？おお、プレゼント？うん、で、いろいろ考えた、挑戦。ああ、そうね、チャレンジな男だからね、俺常に、うん、新しい自分を作ってるかもしれない。新しい自分？あの、竹内くんの、うん、特技をいっぱい増やそうかなと思って。ええー？あの、いろいろ考えて、3つ用意した、うん、ミニツートーリー作ってほしい。1個目、ルービックキューブ。できないよ、俺さー。これ1500円もするやつじゃないかよ。1個目、ルービックキューブ。トランプマジックで。知恵の輪。最高難易度だよ、俺。で、これ最後本命、うん、あの、これも、うん、いつか大会に出てほしい。ヨーヨーちょっと昔の小学生みたいなさ趣味を全部やってみたい。世界大会とかがあって、あ、もちろん世界大会は急には無理だから、まず地区大会目指そう。え、ガチだ。あとトリック検定も取ってほしい。トリック検定って何？これのなんかヨーヨーのトリックが、は何言ってんの。来年の竹内は前途洋々だね。うるさい。うるさい。ギャグ言えないよ。まずこれをクリアしてほしい。知恵の輪。これは次の舞台までに外しといてほしい。どういうことだよ。1分以内に作れるように。全面。全面。これはじゃあ年内ぐらいでいい。まずこれ。まずこれ。うん、次これ、うん、次これの世界、これが長期すぎる。だけど誕生日っていうのを借りたらさ、何やってもいいみたいな。ありがとう。さ、サクッと取れんじゃないこれ。ああ、なるほどね。俺はチンパンジーとは違うぞと。そう、だって。じゃあ次行こうか。作業中にやってたら取れました、イエーイ。1週間半ぐらいやりましたね、一人でやってますが、これがまだ取れないので頑張ります。嬉しいけどあれだよね、なんかめちゃめちゃ無駄な時間を過ごしてる気がするわ。取れてから3分で取れました。はい、 OK です。